いつの間にかポスターの配置問題、正な積み選手のものになってて、石川直選手の最初の立場はと思いがち。えー、今回ですね、マリーゴールドの会見後楽園ホール大会ですね、見させていただきました。レッスンユニバースで、この京都の大会とかが、こう、ちょっとまとめて一気にポンって上がって、で、なんでかなと思ってたんです。結構、もう次の日に上げてるってあったんですけど、カメラワークが、まあ、引いたカメラと、 あの追いかけてるカメラがあってだからなんかすごく見やすくなったなというふうに思う、まあ、そこの編集とか、まあ、そういうところでちょっと時間かかってるのかなと思うんですけどやっぱり引いたところだけで見るよりも。 こう動いたりとかして,してて選手のこの近くでの表情だったりとかその迫力とかなんかそういうとこが見れて面白いなと思ったんですけどもうあのマリーゴールドの会見なの殺伐としたとこというかなんか一人一人のテーマってのがこう明確になっててそこがすごく面白いなっていう風に思っててなんかもうやってやるぞみたいなふざけんなよみたいな俺が行くぞと私が行くぞと。 やるぞみたいなのが一人一人こうテーマがあってそこにこの今の現状に満足してるやつなんてこう一気に淘汰されるみたいなねチャンピオンもそうだしチャレンジャーもそうだしまあこのタッグいろんな因縁みたいなところもあったりとかしててあのドリームスターがあってえドリームスターに出てた選手ドリームスター結果が出なかった選手ドリームスターに出ることができなかった選手だったりとか。 な,ーなーじゃないですけどこういろんなところがこう絡み合って全部にこう噛みついていくみたいなねなんかそういうのが面白いなーっていうふうに思っててなんか会見であーなんかみんな本気で言っとるしなんかこう「おいくつはこら」みたいなねなんかその喧嘩とかじゃないんですけどなんか自分の主張でこういうこと思ってんだぞってのをやっぱこう話すっていうのはとても大事だなっていうふうに思ってるんで。やっぱなんかこのおー なんか最近やっぱゴチカブームが相当来てるみたいで、か僕の中ではゴチカ選手のこのセリフ感があるのは、あの、まあ、あ面白いは面白いんですよ。あの、だけど本当の思ってる生の声を聞きたいなってのは思ったりをするんですよ。こう、ちょっと棒読み感じゃないですけど、こう事前に作られ、なんか、か面接の時に考えられたことを言うのか、この、 自分が今思ってることを出すのか本音はどういうことなのかみたいなところだったりはするんですけどでもなんかやっぱこのアクトレス勢とまあスターダム勢っていうのが基本的に分かれてると思うんですけどアクトレス勢の人たちやっぱマイクパフォーマンスがすごくうまいなと思っててそういう意味で言ったらやっぱ南小百選手しかり結城南選手しかり瀬戸ア選手しかりまあ田中絆選手は。 えっと、ウェーブですけどやっぱりどういう風に自分が思ってどういうことなって、まあその辛いこと言われますから特にチャンピオンになるとチャンピオンのベルトを巻くってことは自分のコンプレックス的なことをぐさって言われるのがチャンピオンっていうことですから、まあ、逆に言うとチャレンジャーってそのチャンピオンの,このい言われたくないことを言うみたいなね。だからだから 二人の弱点見つけましたみたいな、実は仲悪いみたいな <laughs>。いや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 、なんかもっともっとあるでしょと思って。うーん、なんかもうちょっと分かんないですよ。みんな見てないからそういう風になってんのか、みんな見てもらうためにそういう風にしてるのかっていうのは分かんないですけど、でもなんかこう、ボジラぐらいぶ <laughs> っ飛んでいくと面白いですよね。あの、高橋永井と石川のパッションのも面白かったし、でも石川直選手、大体四頭筋っていうんですか、僕はあの筋肉フェチなんで。 あの石川直選手のね、大体四頭筋の大きさとか、この甘コ浩キ選手のこの肩のね、体つきの筋肉とか、後藤千佳選手もそうですけど、やっぱこの練習でどうとか、結果が出てる出てないとかよりは、やっぱ体作れてんなと思って、やっぱ異次元ですよね。あの、何、グロリアス製薬か、グロリアス製薬がスポンサーになってでノアもそうなんですけど、プロテインですから。だから、マリー・ゴールドの選手がどんどん体が大きくなって、真っチになっていくと、 やっぱそここらののところは異次元のね、プロテイン。だからボジラなんて最高位分かりやすいですからねもう異次元のプロテインのってここまで体作りましたみたいなねいやだからほんとこの一人一人のテーマと一人一人の対,対立軸みたいななんかそこら辺が面白いなと思ってどの選手もだからでもやっぱ正直姉さんとかこの七重さんとかまあ俗に言う。 うん、年齢がこう上世代っていうんですかねなんかこういうとすぐ格差だ差別だとか言われるんであれですけど上の世代とまあうん10代20代30代40代ってあると思うんですけど30代と40代のレスラーは基本的にやっぱこの発するところになんか説得力があるみたいななんかそういうところはあるんでじゃあ若い人たちとか10代とか20代の人たちがどうかって言ったらこう勢いだけでこうバーって言ってなんか。 えー、みたいな「いいのそれで」で、ま、の、あ、勢いでなんかうまくごまかせるっしょみたいな感じでまあそれはそれでいいんですけどなんかこう七重叱り正直な罪をこうビシッと、ね、言いくるめるようなのとか面白いなあとなんかハミングバードさんが「なんかジャージください」とかこれ正直な罪さんが言ってたんですけどポスターちっちゃい問題はもう毎回あるもうネタみたいになってますよねポスターが正直な罪さんが毎回ちっちゃいんですよ。で あれ、ロッシュあれおかしいでしょ。ちっちゃいんだけど、みたいな。なんか、なんか、それが帰れないんだったら、なんか、X のアイコンを、なんか、青の日から私に帰ろうって言って。なんか、今、ハミングバードになってるらしいですね。2024年10月16日段階では、あの、ロッシュ側さんのアイコンがハミングバードになってるそうで、なんか、そこら、そこら辺のとことかも、やっぱ、この話題作りというか、あの、ストップ・ザ・スター・ダブをね、明確に抱えて、3年後とかに、この、 をを抜いいいててててマリーゴーゴルドがトップにになっていくっくううのを目標にしてると思うんでやっぱそこは選手も思ってるしでトップの団体にジュリア選手が帰ってきたりとかトップの団体だからこう WWE とかに行けるっていうルートがあると面白いのかなと思うんですよだからなんかそういう意味で考えたらこうプロレスをして こうもう日本ももちろんそうだけど世界に羽ばたいてたくさんお金が稼げていろんな人の夢と希望を与えられる仕事職業っていう風になるとやっぱあの苦しいですよ大変だと思いますよ今丸いゴールでどん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 レスラーがー今度田中選手ですかデビューして山岡選手もこの1.3ですかねあの大田区でデビューしてポスターでもど真ん中ですからもう超大型新人ですから。 どん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 若い選手が出てきてこの若い選手だけでこのリーグ戦したりとかあの新人王トーナメントなんでしたらどうなるんですかねみたいないや,やっぱそこらへんのはあってまああとは瀬戸レア選手僕結構好きでまあ戦場育ちってだけでも好きなんですけどこうねジョウス介のどうですけどこうこうか まあいろいろあるんですけどまあいかんせんですねセトレア選手は SNS っての発信とか相当うまいと思うんですけどマイクパフォーマンスがね だから田中絆選手もそうだと思う田中絆選手あセトレア選手、まあ、どういう理由でこう移籍したかっていうのは分かんないですけどやっぱこう今の時代でこう人を集めていったりとか SNS も大事ですけど自分が思ってることを会見だったりとかマイクパフォーマンスぐらいそういうのを言っていくっていうのは避けて通れないんでやっぱファンもそこは期待してるところはあったりすると思うんで。まあ、そうやって会見の場しかり、えー どんどんしゃべっていくっていうのはやっぱこれから必要なことなのかなっていうふうに思ってるんで何だったら負けてるけど結果出てなくてもオラついてるようなレスラーの方がやっぱそっちに注目がいきますからねうんだからまあちょっと本当今立ち上がって4月とかまだ半年半年ぐらいですよね半年でこうやってベルトもできていろんなレスラーとの因縁があってまあちょっと思ってるのは正直夏美姉さんと誰 誰が組んでも合わないんじゃねえってのはちょっと思ったりしてて、もなんかゼイ、マイラですかねとか、そのボジラとか、そういうのと組まないと、誰と組んでも喧嘩になりますから、<laughs> なんかそれが面白いですよね、それはそれで。いや、もう、ちょっと後楽園楽しみですし、まあ今度は戦場のじゃじゃ馬もあるし、あーで、今語学情報が人気なんで、なんかできたら、 ーマーベラス今度あれですよねマンマジがあるんでノアのマンデマジックでノア,ノア女子って言い方はおかしいんですけどマーベラス対マリーゴールドの戦いがあるんで、まあ、その時にマリーゴールド軍が誰が出ていって、えー、そこでマーベラスとどういう,こう因縁がついていくかっていうのも面白いところの一つなのかなっていうふうに思ってるんでだ極悪女王を見ててそのノア女子のところを見てたらマリーゴールドは大ブーイングを食らいますからね。 あでもやっぱボジ、ボジぼじ、ら重すぎ、面白すぎが、ああって言って、もうみんなでこう止めて、もう警察の24時かっていうレベルの話ですから、あれくらいやっていいわけですよね。どのレスラーがやっても、おらーみたいな。すごいっすもん。 もう何が起こってるか分からんすけど、あんだにこう怒りを表現してガンガン行く。だからそう考えたら、石川直選手もこうパッションの旗でウーとかありますけど、やっぱボジラなんだ、ワーホーってしたら、ま、ガチじゃねえか。しかも相手サリーですかね。普通だったらサリーにあれ突っ込んでいったら逆、買い打ち食らって終わりなんですけど、もう7、8人かかってこう剥がしに行って、みたいな。あ絶対面白くなるんで。そういう意味で言ったら歌みとか、 あにはもうちょっとこう、ハスに構えてる感じがあるんで、まあそこはちょっと危機感じゃないですけど、まあチャンピオンになってるんであれですけどね、まあちょっとね、ほんと、今ね、マリーゴールド熱いんで、まあぜひね、あの、極悪女王見てあー、まあマーベラスを見てもらうのが一番いいんですけど、そのコスパとかそういうので考えたら、レッスンニバースで見て、そしたら、まんマ,マジでマーベラスのをもう見れますし、えーまあ、そこから入っていくのが いいのかなぁと思ってるんで、えー、ちょっとね今あやっと先週のが上がってきてるんで,で京都大会は見てでちょっとねやっぱマリーゴールド面白いなとか、てロうかプロレス自体が面白いんでちょっとね熱い気持ち持ってるレスラーもうやんちゃでねわんぱくなレスラーが大好きですからちょっとね後、えー、楽園ホール大会楽しみでございます。